地図親淵、コミュニティロードからの眺め点検親淵線は、新潟県糸井川市を通る市道である。海抜約100メートルの断崖を改作して開いた、東西1.0キロメートルの道路で、親淵、コミュニティロードの愛称が付与されている。 国道8号点検トンネルが開通する以前の国道の急道にあたり、現在は主に観光客向けの遊歩道として利用され、自動車等の通行はできない。天下の県である親淵に、明治時代の先人たちが挑んで完成させた道であり、日本の道百選や土木が海鮮小土木遺産に選定された。この道路の途中に、 日本海を一望できる展望台が設置されており、晴天時には佐渡島や能登半島を見ることができる。ウォルター・ウェストンが親淵を訪れたことを起源として、展望台の脇に座像が設置されており、例年5月、この場所で地元有志による海のウェストン祭が行われている。除途和屋点検親淵線が開通する前の個人が旅した北陸道は高波時には、 危険な海岸線を通るか、山越えの悪路にて通過するしかなかった。この道路建設に至った景機は、明治天皇の北陸巡行である。1878年に、明治天皇一行が、親淵を通った時に、晴天にもかかわらず安全第一のため海岸線を通るのを避け、山越えの悪路にて通行した。このことから、安全な振動建設に向けた運動が盛り上がり、 国道開設工事が行われることとなった。その結果、1880年に新潟県会で振動開発の議決がなされ、建設に向けて動き出した。1882年5月に工事着工し、当初見込み3万円を上回る6万9600円の経費を要し、翌1883年12月1日に国道が 観光、12月8日に開通式が行われた。これにより日本海側の東西を結ぶ、幹線道路が誕生し、人力車や荷車が往来できるようになった。この工事は、断崖絶壁を縫ってすべて人力で行われ、苦難を極めたと語り継がれている。その道路完成を記念し、道路の上にある、日本海に面した一枚の大岩盤面に、 1> 約1メートル角の四大黒字で、除と和也と刻まれた。その岩は、砥石のように平らで、矢のようにまっすぐである。と称賛したもので、現在も残っている。この後、幾度も改良や災害復旧が続けられたが、モータリーゼーションに対応するために1966年10月26日、国道8号点検トンネルが完成したことから、 翌1967年より、旧、大見町へ移管されて、町道点検を屋淵線に降格となり、以降は、観光客の散策道路として利用されている。平成の大合併以前の糸井川市の旧自治体の一つであった旧、大見町では、1986年8月10日の、日本の道100線の選定を記念して、 できる限り、この道路の開設時の姿を保存、保全するとともに、展望台を建設するなど、語らいの道路として、各種施設を整備した。コミュニティロードすぐ脇にある、親淵連ガトンネル地名となっている親淵、小淵は、古来より、旅人が、日本海に落ちる飛田山脈の断崖と日本海の荒波を縫って通行する交通の難所として知られる、ところである。 点検親淵線からは、断崖下の砂浜に、波が打ち寄せる日本海や一般国道8号、北陸自動車道の海上高架橋、日本初の海上インターチェンジである、親淵インターチェンジが一望できる。また、土木学会線小土木遺産、旧親淵トンネルとは遊歩道で結ばれている。道路の東西両端が、国道8号に接続され、途中の道路はない。 東西担当も糸井川市一部に所在し、それぞれ点検トンネルの東西高校付近にある。ありがとうございます。